はい、やっぱ今のところ最大1スルーですね。バリッバリのバリッバリのロックショット。まあもう弱者数えなくていいな、ここまで来たら。やめることないですから、時間ない。何来ますか？試されるね。テリー頑張れ。テリに終わったな。まあでもこれでプラマイゼロぐらいまで戻しましたね。32ゲーム赤い色今回は2スルーでしたね。反則技みたいに当たるな。やっぱこういう風にね、バジリスクタイム感のこの距離感、これがもう6は別格で近い。ただまあいろんな要素が組み合わさって距離感が近いっていう感じなので、まあ何かどっかのね、こう抽選とか引きとかが悪いと6でも3スルーとかする時あるんですよ、5スルーとか。まあそういう時のためにまあ弱点を数えておくだとか、まあ一番大事なのは周りの島全体の状況を見て自分の台がどれぐらいに位置しているのか、ロック争奪戦の中で上の方にいるのか下の方にいるのかですね。まあそれはそうなるよね。単発残念だよ。
またナブアカですか。すごいね、よう謎当たるな。完全無機鉄の高設定数38円青銅像。なんだか雲行きは怪しくなってはいますが、いや大丈夫ですよ。はい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 、はいよと発見か。おリプレイランプついてない。なるほど、対応役無尽ですか。わざわざ発展すんの。250ゲーム赤1つ。これでもしスルーしたら3スルー目ですね。スルーで済んだ。まあもう時間的にこの AT 取り切ってやめですね。あんまり影響は一撃はなかったけど、まあ初見のホールで6を積もるというか6に座ることができたっていうのはまあまあほぼ運でしたけど、ラッキーでしたね。そっちか。そうか。はい、というわけで最後の最後まであまり噛み合わなかったな。さあ、トーチが700枚です。回収640枚、絆の6で60枚のマイナスだけど、まあまあしょうがないですね。やっぱ真ん中らへん、角付近ではなく真ん中らへんが出玉が伴ってるし、まあ、波の荒い影響多いですけど初当たりも軽そう。ブローを数えて粘ってるのは本当マイジャグの島にいる人たちだけなんで、まあ、マイジャグもいい感じですね。結構驚異的な初当たりしてますよ。
多分今日500円もハマってないんじゃないかな。まあやっぱ各種に1台はってのは本当なんでしょうね。花火も、おーすごいすごいすげえ、エヴァ、いやすげえな、パチンコすげえな。あれこれパチンコ打った方がいいんじゃねえの。僕あのパチスロ派専門なんで分かんないですけど、さすがにこの光景にあんま見ないですよね。なるほど、今日の実戦なんですけども、絆ね、鹿殿、まあ、別にあれを打ちたくて打ったわけじゃないんですよ。あの朝ちょっとなんだろう、あこれ取ろうかな、それこそ土平込み台、前日土平込み台の上げ狙いで取ろうとしたらすぐ取られて戻れなくて、仕方なく入っていた打ち方を取ったら完全に朝から6強度、あこんな6強度あるかねという感じだったんですよね。残念ながら、投資700枚のやりきれない感じで実戦終了してしまったんですが、まあこの後もし打ってたら、まあ、誰か僕の分も出しててくれると思うんで、ここはもう毒が積もれたということでいいんじゃないでしょうか。明日5月29日どこから行こうか、どこ行ったらいいんだろうっていうのをこれからレクチャーするんですけども、これがね、やっぱ打ち手のレベル、まあ、各々のレベルに合わせた立ち回りというか朝一の狙いをつけた方がいいんだろうなと思うんですよ。で、119%がどうしても打ちたい、北割り 119% 打ちたいんだったらやっぱ絆、おそらく7台中1台はあると思うんですね。で、全体的に見てるんですよ、どっかの場所が強いってことはない、なんなら角付近を少し避けてるような気がしたんですね。で、全体的に前日島で一番ボーナス回数が少ない台を上げていないんですね。ってことはお店的にはそのあまりこうなんていうかガツガツしてるとかレベルの高い打ち手さんがこう高い機械割りの台の設定、高設定に座りやすくない状況、むしろ、まあ、ポッと来てヘラヘラしながら台取ったらそれが当たりだったっていう状況にしたい、まあ、まんべんなくお客さんにチャンスを与えたいと思ってるんじゃないかなというのがあったので、そうだな、絆で言ったら例えば朝抽選の、まあ、番号にもよると思うんですけども、7番以内引いたらまあまあ絆行った方がいいとは思うんです。で、僕だったら角の3台は避けます。で、残り4台、380から383番台の中で前日大きく出てもいなければ大きくはまってもいない、マイナスでもないっていう台があったらそれってはあるかな。まあ、この狙いが当たってれば3分の1か2分の1で 119% を積もれるかもしれない。で、もう1機種、絆の隣ですね、モンハンが5台あって、まあ、こっちもね、おそらく一番上の設定じゃないかなっていうのが1台あったんですね。モンハンの6、一回は割り忘れましたけど、まあ、そこそこあるんで7分の1だったら5分の1でモンハン行くのもありかな。まあ、この辺はモンハン好きな人はモンハン行けばいいな、いいし、まあ、どこの島行っても、真ん中らへん、とにかく角付近は少し避けた方がいいのかなっていうのは今日の感じだと思います。で、極端な上げ狙いをしない、あとはもう勘ですなそうなると3分の1、2分の1まで絞って、で、朝一高設定に座れなかったら2台目に行くのはかなり、特に AT 機の島ね、は難しいと思います。そうなってもジャグラーの
二の矢としてジャグラーの島に行くっていうのがあるんですけども、ただしマイジャグラーは朝一行かないと、多分無理です、埋まります。しかもマイジャグ2は非常に打ち手のレベルが高かったので、まあ開くこともないでしょうね、きっと武道も数えてたし。なのでここは通い慣れてる人だったら別ですけど、初めてこちらのお店に来るって人は避けた方がいい。だったら、ジャグラーでこうワンボック、ね、ラブリージャグラー、ジャグラーガールズ、ジャグラー、アイムジャグラー EX、 これのどっかに、適当に座ってください。すごい雑な言い方なんですけど、もうどこに入るか分かんないんですけど、平均設定が非常に高い。なので適当に打っても、適当に台を選んで、でブドウを数えながら打ったら、ちゃんと見切っていけばそんなに負けることはないと思う。ただここまで行ってあれなんですけど、パチンコ打った方がいいんじゃないかなと。あの手玉を見せられてしまうね。ちょっと僕パチンコのこと分かんないですけど、さすがにあれは狙わないとあんな風にならないと思うんでね。絆の地下の4台の中か、もしくはモンハンから攻めていくかなと思います。まあこんなところで皆様の参考になったかどうか分かりませんが、明日、まあこれはちょっとだけね、頭の片隅に入れて、そして困ったらパチンコに行けばいいっていう考えもちょっとだけ頭の片隅に入れて、どうか明日頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございました。ついにフリーマガジンジャンマリ関東版が創刊されました。皆さんもご覧になっていただけましたか。ジャンマリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する楽しめる情報をこれからも発信していきます。ぜひお近くのホールでゲットしちゃってくださいね。